はい、面白けしからんな対策です。今日はね、久しぶりにね、バッグの中身ですね、 What's in my bag をやっていきたいと思います。スラッシャーのトートバッグです。山崎ランチパック、いちごジャム&マーガリンついてます。ベストマッチでしょ、これね。ちょっと今中にね、何が入っているかっていうのを出していきたいと思います。まずね、これでしょ。よっ、こらしょ。はい。僕が、愛用しているですね、もう、生活のね、ログがね、びっしり書き込まれているシステム手帳。ロロマクラシック。英語30ミリブラウンです。できるだけね、持ち歩きで持っていくようにしています。はい。よいしょ。はい。エナジーダウジング。本ですね。ダウジング関係のね、最近ドハマりしているダウジングの本です。これに限らず、まあね、本、単行本一冊、文庫でも、単行本でもいいんだけど、一冊。本でいくと、システム手帳スタイルボリューム7。まあ、これに限らずですね、このサイズの雑誌ですよね。ライトニングとかね。はい。で、占いのね、道具がね、入ってるカエルさんのポーチ。それから、ミニレモンペンケース。水木しげる漫画大全集第1期の全巻購入特典。ネズミ男の名刺入れです。はい。で、桜クラフトラボ005のセピアブラックですね。これを003に入れて使います。一応ね、予備のために持ってますね。これね、ノック式の消しゴム、ペンテルのアインクリックですね。はい。あのね、ラッパーの2パックのね、小銭入れ。ですね。これはね、4W1 っていうね、雑誌の付録についてました。はい。懐かしいな。で、これ、この中にね、ダウジングチャート、ダウジングに使うカードが入ってます。これ、花山のパズル、ハズルシリーズのスライダーってやつかな。ね、スライダーっていうパズルですね。これを3つのパーツに分解して、また1つに組み合わせると完全クリアになるんですけど、これ結構難しいです。この中に何が入っていたかというと、これにね、このバックインバックですね。コクヨのビズラックアップっていうバックインバックの中に、これらを収納していました。はい。あ、まだある、まだある、まだある。忘れた。はい。ゲゲゲの人生展限定のメガネケース。はい、これね。と、これか。音叉ですね。はい。これはね、空間の浄化とかね、パワーストーンの浄化とかに使います。よいしょ。こんだけですか？うん、実質こんだけね。はい。じゃあね、元に戻していきましょうかね。はい。まず、バックインバッグを入れます。このね、ランチパックのポーチには、iPhone のヘッドホンが入ってます。ヘッドホンで、イヤホンね、イヤホン入ってます。これ、ラットピンクの、ライターキーパー。はい。お、まあ、ポリ入りますよ。はい。こんな感じかな。ね。こんな感じ。左肩にね、乗っけて、こういう感じでカフェに手帳タイムに行けるといいなって思ってます。
簡単でしたが、バッグの中身、2023年2月バージョンをやってみました。ご視聴ありがとうございました。